新1年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。もしかしたら友達できるかなって不安に思っているのではないでしょうか。そんな時おすすめなのが、自分の前と後ろの友達のフルネームを覚えることです。例えば、岡村隆史くんとか、木村智子さんっていう具合です。4月は何をするにも出席番号順に並ぶので、前の友達さえ分かっていれば安心です。もし前の友達が迷っていたら、岡村隆史くん、隆史くんの前の友達って誰？って聞いてあげましょう。隆史くんは名前を呼ばれて嬉しくなります。隆史くんの前のお友達のことも知るきっかけになります。もし自分の後ろの友達がいないときには、木村智子さん、智子ちゃんどこ？と呼んであげましょう。きっと頼りになる友達だと思ってくれることでしょう。名前を覚えることは友達作りの第一歩です。クラス全員の名前を覚えることは大変です。でも身近なところから少しずつ覚えていけば大丈夫です。その中で気の合う友達も見つかることでしょう。先生の立場から一言。並ぶ順番がわからない子がいても、近くの子が呼んでくれると自然と列ができます。ガンギさん、並びましょうと叫ばなくても済みます。先生が大声を出すと、子どもたちは叱られたような気分になることがあります。クラスの雰囲気づくりのためにも、自分の前と後ろの友達を覚えてくれると嬉しいです。次はお家の方へ一言。入学式の時に、前と後ろの友達の名前を控えて帰ることをお勧めします。式や教室の風景を撮影することができるなら、前後の友達が入るように撮っておいて、お家に帰ってからお子さんと名前を覚えながら見るといいでしょう。スムーズな学校生活の滑り出しができることを願っています。それではまたお会いしましょう。